今年で開設50周年を迎えた旭川平和通り買い物公園、6月1日に記念セレモニーが開催されました。多くの市民や来賓が見守る中、今津市長は導入を検討する電動キックボードで登場。幼い頃から慣れ親しんだ買い物公園でのエピソードとともに、キックボードで登場した理由を話しました。登場となりました。私は小さい頃、よく祖父、祖母、おじいちゃん、おばあちゃんに連れられてこの買い物公園に遊びに来ていました。親戚の魚屋が2畳8丁目の宅食市場と、昔そこの今の鶴葉ビルはアムスというデパートがありまして、魚屋に顔を出して西武とアムスの地下通路で走り回って、そしてこの丸井さんの屋上でゲームをしてもらって、丸勝の地下で飴玉がぐるぐる回る機会があったんですね。あれを買って帰ってもらうのが何よりもの喜びでした。しかし今はどうでしょう。少しこの買い物公園が元気がなくなってきたなと思っているのは私だけではないと思います。今までこの買い物公園の問題に目を背けてきた嫌いが私は行政にもあったと思うんです。しかし今こそこの50周年の節目にあって、真正面から受け止めて、これからの買い物公園の未来を語り合いたいと思います。その一つが先ほど電動バイクでスケーターで登場させていただきましたけれども、規制があることによってこの買い物公園の発展ができないということは私はあってはならないというふうに思います。今の時代に合った買い物公園の在り方、どうか皆さん一緒に考えていただきたいと思います。式典では環境に優しい紙で作られた白い鳩のバルーンが配られ、旭川グリーンアンバサダー吉田小那さんの掛け声とともにバルーンリリース、買い物公園上空へと大きく羽ばたいていきました。平和通り買い物公園、羽ばたけ。平和通り買い物公園50周年おめでとうございます。式の後半では旭川中央中学校吹奏楽部が演奏を披露、通りかかった市民も足を止めて演奏を聞き入っていました。この曲はウブラブです。この曲はなにわ男子のデビュー曲で、たくさんの CM や番組で使用されています。
中央中学校の皆さん、佐々木さんはですね、あの中央中学校は昔時和中学校のとこにありますよね。時和中学校を卒業して中央中学校になる前まで時和中学校まで同窓会長をしてましたので皆さんの大先輩なんです。大先輩として言います。今日の演奏とっても素晴らしかった。私は1940年昭和15年第二次大戦の1年前、私の両親が経営をしておりました三条七丁目の亀屋食料品店の2階で生まれました。その後今ビルがあります2条8丁目、昔は堺屋さん、半分が丸勝さん、今は丸勝さんの向かいですけども、そこで生活しておりました。診断論理の頃はですね、兵隊さんにこの通りで馬に乗せてもらったの、はっきり覚えております。平和導入になりましてからは、昔のことを知っている皆さん、冬には馬そりが通ってました。昔は雪スケートとか竹スケートでここで遊んでましたんで、馬そりが来た時にはおじさん捕まらせてって、あいいよって、馬そりの後ろに捕まって滑った、そういう思い出があります。丸井さんはこっちにありました。丸井さんや丸勝さんが私どもの遊び場でした。この買い物公園がまた再度全国から注目される、そして全国に誇れる、そういう買い物公園に頑張っていきたいと思います。ピーク時には1日の通行量が36万人に上った買い物公園、次の50年に向けて新たなスタートを切りました。皆さんこんにちは、旭川市産業振興課の猪狩です。今日は旭川デザインウィークについてのお知らせです。旭川デザインウィークでは6月18日土曜日から6月26日日曜日までの間、デザインに関するたくさんのイベントを旭川市内や近郊で開催します。デザインというと絵を描いたり芸術的なものを想像する方も多いとは思いますが、デザインウィークではより幅広いジャンルのデザインについて皆さんと一緒に考えたり楽しんだりするイベントを行っています。6月18日に行うデザイン創造都市旭川シンポジウムでは、グラフィックデザイナーの佐藤拓さんをはじめとする世界の第一線で活躍されるデザイナーの先生方をお招きして講演会やパネルディスカッションを行います。6月19日に行う街中キャンパスでは、主に市内の高校生が主体となって買い物公園通りにワークショップなど36店舗の露店を出展します。皆さんに楽しみながらデザインを学んでもらう学びの縁日なので、お子様から大人までぜひ一緒にお越しください。さらにデザインウィークでは家具や食べ物、ビジネス、クラフト、ヘルス&ビューティーなど様々なジャンルで期間中40以上のイベント、キャンペーンを予定しています。各イベントの日時や場所などはホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。6月4日、国内最大級のマーチングバンドの祭典、北海道音楽大行進が3年ぶりに開催されました。ただいまより第90回北海道音楽大行進並びに旭川ミュージックウィークを開催いたします。We'll be right back.
90回目となる今回の音楽大行進には上川管内の77団体およそ2700人が参加し、息の合った演奏で初夏の旭川を彩りました。この日を皮切りに90回目の節目を記念した新たなイベント、旭川ミュージックウィークも開幕。街中が音楽であふれる1週間となりました。